やっぱ中華って最高だわ。食うぞ食うぞ食うぞ。プロテインいる？以上に着きました。今日のモーニングはこれ見て、照り焼きチキンマヨ。いただきます。早速。いやいやいや、やば。一瞬何が起こったかわからんかったね。ちょっともう一回冷静に食べてみるわ。うますぎる。それだけ幸せだ。到着しました。ここはね、岐阜県のとある場所。風情がやばいやん、これ。毎回ね、俺はね、自然のとこに来るけど、今日はちょっとなんか昔ながらの自然みたいな、そんな感じのとこやな。降りていくといろんな店もね、まだ待ち構えてるらしいんで、ちょっと早速降りていくか。ずい。はい、行きました。岐阜一発目はそばとサーモン丼を注文しました。あとこれすだちそば。いただきます。まずすだちから行こうかな。絶対うまいっしょこれ。うん、うますぎなんだけど。一気に体が冷えるわ。俺の大好きなサーモン。岐阜県民になろうかな、そろそろ。こんな毎週来とるて最高すぎんか。蕎麦めちゃめちゃ好きなんだよ。でサーモンもめっちゃ好き。最高すぎないよ。このデカさだからね、サーモン丼。贅沢すぎんかこれ。こちら。うまっ。ちょっとね、今土砂降りの雨が降ってて出歩ける状況じゃないんで、ちょっともうちょっと様子見ます。こんなんじゃどこにも行けんぞ。今お土産屋さんに行ったら栗きんとんあったんで、これ食いたいと思います。栗きんとんまんじゅうかな、ちょっとなんかわからんけど。栗きんとんってまず何なんだろう。モンブランや。栗服、これをね、食いたいと思います。美味しいですよ。うまいですか。どうぞ。ありがとうございます。食うぞ食うぞ食うぞ。この絶景の中で食う栗服、これ多分素晴らしいと思うわ。まずそもそも栗服が分かってないけど、いただきます。うお、うまい。どら焼きの熱い生地の中に栗カスタードと栗が入ってる。そうなの。野沢菜のおやきとよもぎのやつ。行きました。おやきってまずなんな。ちょっといただきます。うん、うまい。次野菜どうなんだろうな。こっち、おかき買いました。おかきも有名らしいな。七味味のピリ辛、いただきます。おばあちゃんちを思い出すな。行きましょう。むっちゃ固まっとるやん。プロテインいる？一瞬一瞬。いる。
らない。はい、来ました。これまた和のお店に来ましたね。わらび餅アイスクリーム小豆のせいただきたいと思います。まあね、で俺わらび餅もめっちゃ好きなんよ。今日俺の大好きなものしか食ってないな。最高。一口五平餅買いました。気づいたら炭水化物ばっか食っとるわ。でもそれめっちゃいいことなんだけどね、本来は。あれちょっとね、何度も何度も言うようで、ね、申し訳ないけど、なんで岐阜ってクーラーがついてないの。全然ありなんだけど、なんでなのかなと思って、なんかちょっと一回店員さんに聞きたいもん俺。なんでこれみんなクーラーつけないんですかって。うまっ、うまい、うまい。モンブラン大好きラーマスです。岐阜の川上屋っていうところかな、これ多分結構有名だと思うんですけど、栗きんとんとか、今回栗のこれソフトクリームいただいちゃいます。うますぎる。一気に回復したわ。さっき結構歩いてちょっと疲れてたんですけど、ちょっと香ばしいな。なんか濃厚というか、なんて言うんだろうな、奥深いよこのソフトクリーム。はい、来ました、餃子の王将。これ見てください。最後はアホみたいにバカ飯になるのがダーマス流なんですよ。王将ラーメン。天津飯忙しいよ王将。マジでうまいんだけど、無限ループ。この言葉につける。幸せすぎるわ。中華って最高だ。改めて再確認したわ。甘い。帰ってきました。食後にデザート食うの、これ必須なんすよ。ミスタードーナツー。イエーイ。おい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 。変わり種がなんか結構あるな。見たことないやつとか。こちらをねまずいただきたいと思います。うわ。エンゼルクリームのポンデリング版みたいなやつ。しっかり中に生クリームが入っとってめっちゃうまいな。そしてこのコーヒーで流し込む。うまー。こんな感じの具合っす。なるほど、オールドファッションの上にチーズが乗ってる。まずいわけないやんね、それ。チーズもすごいクリーミーなチーズやな。うまっ。続いてこのカシューのチョコのやつ。さっきのやつと何が違うんだ。今んとここれが一番好きかもしれない。大将が来ました。俺が一番好きなエンゼルフレンチ1位。まあてな感じでね、今日1日も非常にいいチートデイをね過ごすことができました。そしてまた減量も結構佳境に入りつつあるので、ラスト頑張りたいと思います。てな感じでね、皆さんまたコメントの方よろしくお願いします。バイバーイ。おい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 、朝 81.3 キロでしたよ俺。明日からのダイエットが楽しみだ。